皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、アイスカドマと申します。本日ですね、私がシンガポールにやってきて、約2週間が、過ぎましたので、本日ですね、2週間シンガポールに、住んでみてですね、こちらの感想についてですね、本日は、話してみたいと思います。もし本日の内容に興味のある方は、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それですね、早速、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。私はですね、シンガポールにやってきたのは12月の29日の朝ですので、ちょうど、2週間が、過ぎたことになります。といってもね、最初の1週間はですね、ずっと自宅隔離で外に出れませんでしたので、実際にね、シンガポールを実際に街並みを歩き始めたのはこの直近1週間でありました。はい、で特に最初はね、僕が本当に、しなきゃいけないことを先に優先的にやりました。というのはですね、銀行口座を作ったりとか、 MOM というところにエンポイントパスを申請するために行ったりとか、あとはですね、ワクチンを受けたというね、ワクチン証明書をシンガポールのデータシステムに入れてもらうというね、その証明プロセスっていうのをやったりとか、あとはですね、子どもたちのね、学校の手続き、というのもね、今回やりました。ということでですね、2週間経ってやっとね、だいぶやらなきゃいけないことは終えてきて、来週ぐらいからですね、少しずつ普通の生活に戻っていくというような感じかなというふうに思ってます。娘の方はですね、14日からシンガポールの日本人学校の方に行きますし、息子の方はですね、イギリス系のインターナショナルスクールの方に行きます。はい、ということでですね、子どもたちの方もですね、日常の生活ね、やっとこっちも学校がまた始まるという形になりますし、私の方もですね、今仕事の方をまたギアを上げて、ずつやっていっているという状況になりますので、もうだいぶね、普段のルーティングっていうのはね、だいぶできてきたかなと思います。で、まずね、日本と大きく違うのは、まず気候がね、とにかく朝からもう24度ぐらいあってですね、日中はもう30度、31度ぐらいまであって、夜もですね、普通に暑いと。まさにね、日本でいう、7月初夏みたいな今感じで、非常に過ごしやすいですね。で、朝起きても別に寒くないですので、そういった意味ではね、冬が嫌いだっていう方の人にとってはですね、非常に過ごしやすいかなと。で、思った以上に、蚊とかはね、いないですね。あんまりこう蚊に噛まれるとかではないんですけども、そういうのがちょっといいかなっていうところはあります。で、プールで毎日泳いだりとかっていうのはね、結構日課とかになってきてまして、まさに本当に常夏の赤道直下の国だなというところはあります。物価なんですけど、家賃はちょっと高いですね。日本よりはやっぱ高いとは思います。で、食材とか、レストランとかっていうのはね、日本と僕はほぼ変わらないのかなと思ってます。日本にもね、吉野家とか、松屋とかね、安く食べられるものはありますし、こちらでもですね、私もこのハイナンチキンライスとかね、本当に300円とか280円ぐらいとかでね、食べられるものからものもあれば、ちょっとね、いいハンバーガーショップとかステーキレストランとかで、ビール一杯飲めば普通にね、1万円とかっていうようなレストランも普通にありますし、もっとそれは上の方も、高額帯のものももちろんあると思いますので、あんまりね、食事関係に関しては日本とシンガポールではね、そんなに大きな大差はないのかなと思います。ただね、酒税がちょっと高いので、こちらの方がお酒とか居酒屋で行くところでね、ちょっと日本よりはですね、割高になってしまうかな。日本食レストランとか行くとも完全にちょっと日本よりは割高になることも間違いないと思いますね。はい、あとスーパーとかはね、やっぱりこう日本よりもやっぱり世界各国のいろんなね、食材とか、食品では手に入るので、結構スーパー行ってもこっちは面白いかな。結構アメリカのスーパーを見ているような感じで、インド系もあればアメリカ系のメーカーもあれば、中華系とかいろいろね、揃っているので、そういった意味ではスーパーとかっていうのはこっちの方がね、ちょっと面白いかなっていうのがありますね。あとはそうですね、インターネット系とかもインフラとかも全然早いですし、スマホもすごく快適です。日本と何ら変化もないですし、あとはですね、グラブとかアプリ系、MRT、バスはちょっとまだ乗ってないんですけど、電車と Uber とかね、そういうグラブ系っていうのはね、非常に便利でしたですね。なので、あとはね、こっちのね、インターナショナルスクールとかね、やっぱりこれ年間ね、子供たちだけでもね、やっぱり結構どんなに安くてもね、250万から300万ぐらいは学費とかでかかっちゃうかなと。小学校の方も日本人学校行くと多分年間100万とか、だから子供たち2人は年間で300、450万円を買ってしまうかなと。その代わりですね、そういう法人税とか所得税っていうのはですね、日本よりはかなり優遇されていると思いますので、そういったところでですね、天秤にかけると、シンガポールっていうのはね、非常に住みやすいところではあるのかなというのは、思います。
はい、その辺はね、また僕ももっと住んでね、いろんなことが分かってきたらね、またいろんなことをね、シェアしていきたいなと思ってるんですけども、そういった感じですかね。まあ、あとはね、車が運転できないっていう、仕事もできるんですけども、私もね、今ビザがまだ1年ですので、ビザがね、本当に追加でまた降りるかどうかって分からない中でね、車を買おうとはちょっと思わないですし、まあ、今はね、全然足を使ってどんどん歩いていこうというふうに思ってますけどもね、車をね、乗ろうと思えば非常に高くなるんですね。これはね、以前のビデオでもね、紹介したと思うんですけども、まあ、そういった感じで車とお酒と、まあ、タバコもそうだと思うんですけど、それからあと学費、住居はシンガポールはめちゃめちゃ高いかなと思います。で、あとのものはいろいろ安いものもあるし、クオリティも、ね、非常にいいかなと思ってます。なので、まだね、僕はね、そんなに自分の足だけでこういろいろ見て回ってるだけでね、日本人のコミュニティとかも全然入ってませんし、誰とも日本人とね、別に会ってないので、あまり一人ね、私のビザのコンサルタントの人とはお会いしましたけども、それ以外はね、ずっと誰とも会ってないのでですね、まだ日本人とのコミュニティというのはね、全然接してはないんですけども、まあちょっとずつですね、いろいろ行動の方もね、していきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今のところですね、日本にいる時もね、部屋も大きくなりましたし、気候もね、結構やっぱり南国っぽいところで、まあ、結構いい感じなのと、まあ、あとは、まあ、毎日こうプールとかがあったりとかするので、まあ、逆にね、あまりお金を使わずしてもとにかくプールで遊んでるみたいな、まあ、そういったところもね、あったりとかするので、まあ、そういうところはね、ちょっと違うかなというふうに思います。はい、で、まあ、あとはね、日本とのビジネスにおいてもね、時差は1時間しかありませんので、まあ、ほぼ何も変わらないなというふうに思ってまして、東京にいた時とほぼ何も変わらず普通に仕事ができているというのがね、現在の状況かなというふうに思っていますので、やはりね、このインターネットビジネスに取り組むということはですね、場所はね、あまり問わずいろんなところから稼いでいるというのはね、やっぱり非常に大きいのかなというふうに思ってます。それをね、私がもっともっと実践してですね、立証していきたいなというふうに考えておりますので、ぜひね、そういった将来ね、インターネットビジネスとしてシンガポールもしくは海外のプリビューってね、頑張っていきたいという方もですね、ぜひ私のチャンネルの方をフォローしていければというふうに思います。はい、それではですね、本日のコンテンツの方は、以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていけば、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方のご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.